ウィリフレド・バスケス・ジュニアは、プエルトリコの男子プロボクサー。第15代 WBO 世界、スーパーバンタム級王者。元世界3階級制覇王者、ウィリフレド・バスケスは父親であり、4組目の親子による世界王者となった。もともとは、法律家を目指して勉強していたが、経済的な理由や、ジップの勧めで21歳でボクシングを始める。中南米の競合では、 異例のアマチュア経験皆無で22歳の時、2006年12月8日にアメリカでプロデビューし、初回小勝ち。2008年9月12日、14戦目で WBO ラテンアメリカスーパーバンタム旧暫定王座と WBA フェデセントロスーパーバンタム旧王座を獲得した。その後、フェデセントロスーパーバンタム旧王座は即返上し、 ラテンアメリカスーパーバンタム級暫定王座は3度防衛した。2010年2月27日19戦目で世界王座初挑戦。WBO 世界スーパーバンタム級王座決定戦でマービン・ソン・ソナと対戦し4回小勝ちで無敗のまま世界王座を獲得。4組目の親子による世界王者となった。 2010年5月29日、ゾルトベダックと対戦し、10回 TKO 勝ちで、初防衛に成功した。2010年10月16日、同級10位で、元 WBO 世界、スーパーフライ級王者のイヴァン・エルナンデスと対戦し、11回 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。2011年5月7日、3回急性派王者で、元 WBO 世界、 スーパーフライ級王者、ホルヘアルセと対戦し、判定では二人がドロー、一人が2点差を付け勝っていたが、12回の序盤に捕まって、滅多打ちにされ、そのまま逆転されて、セコンドが水を投げ入れ試合をストップ。12回 TKO 負けで3度目の防衛に失敗し、王座陥落。キャリア初黒星を喫した。アルセは、同王座獲得で、 メキシコ人初の4階級制覇を達成した。2011年10月29日、地元で再帰戦。元 IBF 世界ミニマム級王者、ロベルト・カルロス・レイバーを3回戸で下し復帰戦を、白星で飾り、レーハにインドを渡した。2012年2月4日、アメリカ・テキサス州のアラモドームにて、ホルフェ・アルセの王座返上に伴い、WBO 世界、 スーパーバンタム級王座決定戦で、元3階級制覇王者、ノニトドネアと対戦したが、初回から攻勢を仕掛けてくるドネアに、防御一辺倒となり9回にはダウンを奪われた末に、12回、1から2の判定負けを喫して、王座帰り先に失敗した。同年10月6日、プエルトリコのバヤモンで、ジョナサン・オクエンドと WBO。 インターナショナルスーパーバンタム級王座決定戦を行い、7回2分33秒小勝ちを収め、約8ヶ月ぶりの復帰戦を白星で飾った。2013年4月6日、中国、マカオのザベネチアン、マカオ内、古体アリーナで、日本スーパーバンタム級2位の石本康隆と対戦し、8回にダウンを奪われ、なんとか逆転を試みるも石本に粘られ判定へ。 結局ダウンしたことが響き零から2の判定負けで WBO インターナショナル王座の初防衛に失敗した。2013年9月20日、復帰戦がいきなりの王座決定戦。石本の返上で空位になった WBO インターナショナルスーパーバンタム級王座決定戦を11戦前勝のギレルモ・アビラと行い12回3から0の判定勝利で飾る。 2014年6月7日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで、セルフィオ・マルチネス VS、ミゲール・コットの前座にて、ナブフ、北米フェザー級王座決定戦を、マービンソン・ソナと約4年ぶりとなる再戦を行い、初回にダウンを奪われ先制を許すもその後は、巻き返したかに見えたが、12回1から2の判定負けで4年前のリベンジを許すのと同時に、王座獲得に失敗した。 2016年10月29日、ロベルト・クレメンテ・コロシアムで以前から因縁がある、元世界2階級制覇王者のファンマヌエル・ロペスと、スーパーフェザー級契約12回戦で対戦し、11回2分29秒、TKO 負けを喫した。この試合を最後に現役を引退した。ありがとうございます。